脇は、三重県松阪市新町八百八十四番地にある、浄土州の寺院。地温院の松寺である。三号は、宝道山。本尊は、阿弥陀如来であり、脇寺は、観音、聖止菩薩の三尊形式である。元織のり長ら本許可の菩提寺であり、元織のり長母夫、元織春庭母は、国の史跡に指定されている。鎌倉時代初期の研究六年、春のり、 傍聴元商人は、東大寺大仏殿復興大肝人のために、補足日に普段念仏道場を建てた。南北朝時代の象徴元年には、戦火で廃墟となった。文紀元年、慶与商人が、伊勢神宮参拝の際に、普段念仏院を訪れて、復興を志し、28年間にわたって、城剤集めを行った。京与商人は、樹隆商人と呼ばれて親しまれていたことが、 次号の由来である。天正16年に、賀茂氏里が松坂城の城下町を建設した際、松ヶ島城の城下町から松坂城下に移った。浄土州の寺院であり、千温院の松寺である。元織の利ながら本許家の菩提寺である。元織の利なはしばしば住職の説教を聞きに訪れ、達中である。峰松院の加会には44年の長きにわたって参加した。 三門本堂は、入りもや作りである。どっちの土塀は、松坂市では他に例がない。元織の利長の墓。ありがとうございます。